何でもいいよ。いやいや、柳葉の柳葉の一曲目、柳葉さんの始まった、もう始まってます。はい、皆様こんにちは、金吉でございます。ご無沙汰しておりました。イエーイ、間に合った間に合ったね。走ったね。よかったよかった。走ったよ。肺が悪いのに走っちゃいけないよ。ねえ、渋滞で ね今飛び込んできました。素晴らしいよね、はい、もう道がね、あのドライバーが、もう一人でどうしようかと思ってでしょ。まこちゃんでもね、準備万端だと思ってんだ。まずは高橋まこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。久しぶり。ね、久しぶり。松下楽しみでございます。はい、こんにちは。お願いします。はい、どうもこんにちは。いやいやいや、ちょっとゆっくり。いや、走っちゃダメなんだよ、俺。走っちゃダメなの。走っちゃダメなの、いきなりね。肺炎が走ったらダメだよね。もう、バタバタでしょ。本当にね、あの、ちょっと。いいね、いいね。さすが金子よしも、さすがだね。登場の仕方が普通じゃないね。本当、ね、どこ通っても混んでてね。そう、そうそう、今日車に、ね、乗っけてもらったんだけどね。素晴らしいチョイスですよ、ね、うん、すごい混んでた。混んでたね、うん、ちょっと息を整えられて、ちょっとゆっくり、はい、ということでですね、あのご無沙汰しておりました金子よしろがやってまいりました。よろしくどうぞお願いいたします。もう一月ぐらいね休んでまして ね、そうそう、びっくり。ただ状況的には肺がんはね、うん、もうほとんどないんですよね、うん、でがんのもう治療はもう一応終わりました。で抗がん剤も終わりで、うん、それだけど帯状疱疹になっちゃってさ、最初に ね、そこから、うん、でそのままね、うん、やったのよライブを、うん、その日にそのままやってたのよ、ね、ライブとか、うん、そしたらほら抵抗力がなくなって、あ、そうだよね、で肺炎になっちゃって、ああ、そっちの方が厳しい、ね、肺炎きついね。肺炎はきついよ、うん、息できないもんね、息がまだできないっていうか、うん、でもね結構ね効いてきたのよ、ちょっと、うん、で少しできるようになったんで、うん、腹式呼吸をやるようにね、うん、少しずつね、うんうんうん、やればまあいいかなと思って、まずね一曲聴いていただきましょうか。ちょっと息を整えるためにね。これ柳葉敏郎君に作った歌ですね。Still I Love You、 君の名は。
つけた今夜だけのパートナー、ということでね、いかがでしたでしょうか。ストレアラビュー、これはあの柳葉敏郎さんがね、あの僕の作詞作曲を歌ってくれたやつですね。確かね、これはね、男女七人夏物語というね、あのドラマでしたけども、うんうん、柳葉敏郎さん出ててね、これ久しぶりに、まあ、かけてみましたけども、いかがでしたでしょうか。松下としみさんがね、今お水を買ってきていただきまして、忙しいよね、トイレ行ったりお水買ったりとか、ね、そうそうそう、俺が入ってきた途端にもうなんかカニのような感じなんですよね。そう、カニのような、そうそう、ね、なんかもうあの肺がね、3分の1、え、なんか小さくなったでしょ、まあ、一応ね3分の1ぐらいの感じ、うんうん、半分か、うん、あ、でも3分の1って小っちゃい、だからまあちょっと、うん、だからちっちゃくなった感じ、かなりちっちゃくなったんで、そうそうそう、だからまあそういう感じで生きていかなきゃいけない、だから多分こうゆっくりしないといけないと思うの。ゆったりゆったりと、ゆったりね、うん、ゆったりしないと、うん、やっぱ息もね、せかせかしたらやっぱり多く使うから、ね、あ、でもできないんだよね。そう、これがやっぱ、ね、性格的にね、できないんだよ、やっぱり本当になんか、それよくわかる、忙しい、だから俺がいない時にさ、うん、聞いてたら、うん、なんかね、午後のティータイムのような番組ありがとうございます、まったりした感じで、そうなんですよ、なんかいいなとか思っちゃって、みんなゆったりしてんだよね。聞いてましたか、聞こえてましたか。聞いてた聞いてた本当に不思議な感じで聞いてた、うん、いやいや、でもあの、え、1ヶ月ぶりだとなんかちょっとやっぱここにいないと私も落ち着かなかった、うんうん、だから ね、まず会おうはやめてくれって言われた、そうそう、しばらくね、うん、いや、もう今日やろうかと思ったら息切れしちゃったいきなり息切れだよ、いきなり走ってくんだもん、ね、そう、なんかちょっと一回歌おうか、歌っちゃうの、大丈夫、歌おう、いいよ、もうちょっとそれ練習、もう歌っちゃう、うん、
in the rain. One more time. ドリンキングインザリン、ね、走るね、いやね走りますな、いいですか、いやいやいや、バケツのカニでございますからね、本当ですよ、バケツさんですよ、はい、じゃあお便り、お便りね、息整えてね皆さんこんにちは、はい、曇り空に覆われた佐賀です、佐賀、ね、ちょいと友達のツアーの手伝いに来ています、誰の、カナオさん、おげん、おかえりなさい、みんなが年内に声が聞けることを望んでました、とはいえ絶対無理したらいかんですばい、これはねミキさんかな、なんて言ったって、人類唯一裏切られてないもの、時の流れがあるんですから、うん、時間をかけてゆっくりしっかり復活してくださいね、はい、来年にはまた博多で会えることを信じております、 iPhone から来てるからね、これミキさんですかね、あ、博多のミキさんだよね、ね、佐賀になんかどなたかのツアーのお手伝いです、佐賀ブルースフェスじゃないか、あ、そうかな、そういうのもあるでしょ、いや、これも終わったと思うんだけどな、あ、そうなんだ、ありがとうございます。ありがとうございます。ミキさんはね。ミキさんだと思います。はい、メッセージ。わお、わおですね。カナオさんお帰りなさい。はい、ありがとうございます。龍馬からの復活おめでとうございます。はい、改めましてカナオさん、としみさん、まことさん、鈴木さん、はい、こんにちは。こんにちは。清水です。清水さん。清水佳代子さん、ありがとうございます。しかしカナオさんの回復力は素晴らしい、がん細胞をやっつけ、今は肺炎と戦い、体にはかなりダメージがあると思います、抗がん剤、放射線、そして肺炎、息切れ、並大抵の苦しさではないと思います、もうね全部経験しましたね、がんの治療は全部した、ですね、でね、一通りだから放射線も脳に転移してたから、ね、脳もね、脳5ミリぐらいだったんですよ、でそれが見つかっただけでもうラッキーだったんですよ、で最後調べたら脳に打って、でそれは放射線でね、30分ぐらいでできましたね、バーンと痛くもない、痛くもかゆくもない、全然カニパワーの元気玉を一つ分けてほしいのですもう元気すぎます、今日はもう声も聞けないと思っていましたが、鈴木さんの編集で YouTube で、お姿拝見できるとは嬉しいですね、はい、リスナーの皆さんも同じ気持ちだと思います、ありがとうございます、座っているだけでも安心しますので無理せず、そうそう、としみさん、まことさんに甘えてください、今年も残りわずかになりましたが元気に年を越せることを祈っております、ね、ありがとうございます、清水佳代子さんもね、がんを患ってして ね、やっぱりね、世の中ってやっぱりそのがんで悩んでおられる方が本当に多いっていうのが分かったね、多い最近ね、本当に笑って再会できる日を楽しみに私も頑張ります、加納さん頑張ってくださいね、音楽魂、命、はい、清水佳代子でした、ね、ありがとうございます、まあね、皆さん病で戦ってね、そう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 、でもね、僕もほらもうラジオで言っちゃったから、まあね、こういうふうに途中今ねもう肺炎の時っていうのは歌うのはやっぱきついから、きついってだってこんないきなり歌ってびっくりしちゃったいやでも大丈夫、いやでもねこれはね、あんまり走りすぎないようにって先生は、乗り越えていくためには、僕しか分かんないことがあるのよ、そりゃそうだね、一番辛いんだから、まあ、多分初心者のスキーヤーがてっぺんまで連れていかれてそっから滑らされてるみたいな感じかなそう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 、あらりょうじゃちょっと例えば違うかなんか厳しい状態来ちゃうから、まあでも ね、はっきりと癌よりきつい、うん、息苦しいっていうのは癌、ね、の時はなんかね、自分がなんかやればやるほど力になるのよ、例えば歩いたりとか、少し運動したりとかっていうのになるんだけどもね、肺炎の時はそれができないから、いや肺炎は辛いよ、俺もなったもん、本当は、俺は幼稚園に入る前になった、あそうなんだね、子供の頃、子供の頃もうすっごい辛かった、そうそう、息ができないとね、一番ね、人間苦しいですよ、そりゃ、そうそうそう、だからちょっと時間かかるんだけど、だからまあちょ枯れたりとかも声もするんだけど、それをね、その姿を見てほしいわけよ、それが音楽魂だから、
まあそこは祈ってこれドキュメンタリーですからね、皆様、はい、自分だけさ、いい格好しようと思ったらお間違いたいやろもうだから格好悪いところも見せるとしょうがないよ、ね、そういう風になっちゃったからね、ごめんなさい、ってそんな真剣にやってなかったです失礼しました、でしょ、まあ、午後の知りたい意味じゃないんだからこれは午後の戦いの場いやでも それがね唯一音楽魂のね、うん、そうですね、うん、あのいいとこかもしれない、うん、だからねやっぱりあのリスナーの方もそうだし、あのマクスさんもはじめね、あの何僕らのたけしとか、まあ、あとあの高子さんとか、ね、そうそう、あのいろいろ来ていただいてね、要するに今までゲストにね入っていただいた方たちがまた出たいと思うぐらいの、うんうん、っていうのは、ね、最近ね僕ね感動したのは山本教授くんが、うん、メッセンジャーくれて、うんうん、それでほら、まあ、皆さんいろいろ Facebook で、うん、あのお見舞いの言葉とかね、あのいろいろ書いてくれるんだけども、うん、なんか一つ一つ僕が それをこう乗り越えてきたことがね素晴らしいと思って、あのコメント書けないって来たわけ、お書けないけども、うんうん、あの頑張ってくださいとかなかなか書けないので、うん、それであのいろいろ長いメッセージいただいて、うん、またラジオにね、うんうん、あの呼んでくださいみたいなこと書いて、だそれ逆にちょっと感動したよね、うん、で今度も早速 ね年明けに、ね、年明けに来ますね、来ていただけることになったみたいな、ね、嬉しい、さんもあのまこちゃんのね、うん、ご紹介だったからね、そうそうそう、本当はといえばね、うん、だからそういう出会いがこうあってね、俺幸せだなと思ってるんですよ、うん、いやでもこのラジオでいろんな出会いがありましたよ、そうですよ ねお互いね、みんなね、そうあのファンの方とかもね、うん、あの出演者だけではなくて、はい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 、聞いてる地方の方がこう、うんうん、ライブをまたこれ聞いてたから見に行くとか、うんうん、そういう広がりがいいですよ ね、うん、そうそう、それとまあその僕も病気に、あの去年はねそういう特に4月からはずっと、まあ、がんとかで、うん、あの病気が長かったんだけども、がん その先生、専門の先生が言われてたのは、うんうん、そのもう絶対治らないって言われてたのね、うん、あの、まあ、ねステージ4で肺から最初腸とか、あの小腸とかにも、うん、転移してたから、うん、でそれを外科手術を先にやったんだけども、うん、それがもう本当にあの後から思うのもあれだけどもね、奇跡的にその命が助かって、うんうん、それでまあその肺を、ね、あの治療したんだけども、うんうん、それはもう治らないって言われてたのね、抗がん剤ずっと打ち続けなきゃいけない、そでそれが治ったもんだから、うんうん、先生は喜んじゃってそれ先生も嬉しいよ、ね、それでもしかもさ、でなどれぐらいかな、半年で亡くなったからね、うん、それは早いでしょ、早いよね、で俺2ヶ月でもライブやってたからでまだお腹切ってんのに30センチも切ってんのにやったからねそうそう、早すぎたのかな、早すぎたんだね、ちょっとね、うん、ちょっと復活が、うん、ちょっとね、でもまああの、うん、これがまあその肺炎っていうのはなかなかちょっと治りにくいんだけども、うん、これある程度あの回復していけばね、もうねそろそろいいんじゃないかっていう、ね、いいんじゃないか、うん、いやーまだ早いと思うなだって徐々にって言ってましたよ、徐々に、あ来年の3月ぐらいまでにはうん、3ヶ月ぐらいかかる、うん、まああのなんかね、うん、だからあんまり今無理するとまた悪化する、急変したりね、そういう恐れがかもしれないけど ねまあでも気力で、うん、気力がもう大事でしょ、まあ、病は気だから、そうですね、まあ、いいこと言うじゃないですか、やっぱりかなさんやっぱそういう感じかもね、まこさんはあのあれでしょ、ドライブが続くんですよね、どこなんですか、今日もライブだよ、あ今日、うん、今日どこですか、今日明日明後日と、今日は三連ちゃんだ三連ちゃん、今日はあのサミズさん、あサミズ、博楽でしたっけ、のサミズハワイアンカフェですね、ハワイアンカフェなの、ハワイアンカフェだけどハワイアンじゃないんでしょ、えハワイアンやるの
ハワイアンはやらない。ハワイアンはやらないよね。ハワイアンカフェはあの食べ物とか、ね。食べ物が。あ、ハワイアン。ロコモコとか。ね。あとはほらこれが。明日がこれですね。それ何？レンズって例のあの40年ぶりもう30年ぶり。あ、30年ぶりか。あの3、40年ぶり。ロッカーさんとかと。ロッカーと、はい、あと鈴木トール、鈴木理香トールってドラムなんですけど、あのもともとあのカシオペアとかプリズムのドラマーだった。それクリームですか。うん、で俺ほとんどクリームやん。ほとんどクリームですね。うん、これが12月の16日土曜日。明日です。明日かですね。明日これは学芸大学ですか。メープルハウスですね。そうですね。ありがとうございます。はい。ということでね、あの真子さんも忙しい中こうやってね来ていただいて、ね。そうですよ。助かりました。私も一人でさ、金玉の時私一人でどうしようと思ってね。あ、そうだ、そうだよね。でもきっと真子さんあたり多分駆けつけてくれるじゃないかと。ああそうじゃないか。駆けつけてくれるだろうって期待して。じゃあ松下としみちょっと歌えましたか。歌えます。歌いましょうよ。お便りもいっぱいあるんだけど。いい後で読む。いい後で読むってそれちょっとさ、いい加減だな俺ね。これがいいんだよ。 え、いいよ、ね、あこれメッセージ先に来てる。あ後で言う、後で言う。歌を歌う。こっちもほらちょっとあのよ、うん、私も一緒に走ってきたからね整えなきゃいけないんです。さこれはね、あの金玉、今日ね金玉真子さんと二人だと思ったんで、あの一応打ち合わせは ね先週しておいて、はい、カナオさんの歌を歌わないと差し置いて、うん、ね、歌わないといけないかな と好きな歌を歌うよりもね、カナオさんの歌。これはキー、これでいいんですか、うん、F ですね。ちょっとだからリバーサイドね、リバーサイドマイホームタウン。あこれはね、僕のあの能型市のためにね作ったふるさとの歌です ね、リバーサイドマイホームタウンね。じゃあ松下としみが歌います。コーラスよろしくお願いします。あコーラスですかできるかなというか、はい。川が流れてる思い出が流れる My hometown 緑織り
リバーサイドマイホームタウン松下としみが歌いました。ありがとうございました。うん、あのなかなかねやっぱりね声いいねあなたもね。そうですか。あなたもね。初めて褒めてもらったかな。ありがとうございます。これはね、ね、あのしかし今ね、うん、今まさにそのもうこれ30年ぐらい前に作った歌なんだけど、うん、その直方市の市役所で流れてるんですよね、うん、それ前も話しましたけども、うんうん、この今の市長さんあのなられた時に僕がこれを作った時はまだそのスタッフとしてね市の仕事を手伝ってた思い出があって、その時にあの今の市長さんが聞いて感動したからっていうことで、あのお昼のね1時間ずっと流してくれて、流してるんだ。そう、すごいよね。素晴らしい。それ、素晴らしい。うん、この間ねあのこっちのなんか総会みたいのがあって呼ばれて行った時にねそお会いしたのよ、うん、そしたらなんかねあのすごくやっぱりあの喜んでくれていただいてね、でなんかやっぱそうやってふるさととつながってるっていうのはね あった方がいいよね。いいですよ、応援してねもらってて、うん、私なんか何でもないそのあなたはだってあのこの間この前帰ったのに友達一人しか来ないし言ってないけど。何してるの。いやいやいや、あなたはでもあれでしょ、四万十祭りとか出たんじゃないの。あ、出ましたよ、デビューした時に、うん、だってデビューの時でしょ、うん、デビューの時とみんな知ってるでしょ、うん、そう、2回目はかなり経ってから最初はね、あなただって俺なんか裏でちょっと噂聞いたんだけども大月闇やめてどうしたどうしたもう、ね、ある大物の演歌歌手よりもギャラが高かった。やめてそれ電波で言っちゃいけないことですよそれは。もう昔の話だから言わないです。いやもう本当、いや帰りたくなかったのマジ。まだ出たばっかで、まだねそんな田舎に帰って歌うほど力もないし、いやあの有名もう海のものとも山のものともまだわからない。帰りたくないからちょっと高めに言ったの。そうそうそう、もう帰りたくないから言ったらもうボツになるだろうと思ったら、それでもみんなから寄付をしてもらってとか言って、もう帰りづらかったらありゃしない。それからねそういうことがあったから、もう8年ぐらい田舎に帰れませんでした私。今だから言いますか正直、ね、いやでもねあの、うん、そうだね、まあ、そういうことしてるんで。でもねふるさととそれつながってるっていうのはいいことだと思う、うん、ねえ加納さんはほらそうやってちゃんとしたルートで、うん、ちゃんとしたルートでちゃんと公式なね依頼があってのお話ですから、うん、いいじゃないですか。いやそれはもうね同級生からの話があったらさ、それで作ったんだから、うん、それでもね、うん、公の場を通ってるじゃないですか。だから私が裏道じゃないけどねえなんか姑息な私は裏街道は歩いてきたの。でも真子さん田舎がないから、はい、三茶の祭りの歌と勝手に作って三軒茶ですからね。三軒茶出身の歌手とかいるのかな、ね、三茶からずっと生まれ育って、ミュージシャンっています。いやいないかもね、分かんないな。でも高橋真子とミュージシャン多いですよ。でも住んでる人はね、住んでる人はいるかもしれないけど、あの生え抜きというかね、どうなんだろう。なんかジェームスさんがほら吉祥寺だから吉祥寺の歌を勝手に作ってとか言ってたけどあーそうだ作ってたね、作ってやった石川ジェームス祥寺ね。三軒茶屋温度だ。そう三軒茶屋なんか盆踊りとか合いそうな気するよねあの町は。何でも今からってさそういうなんていうかな町づくりっていうか、もうちょっとそういう風にした方がいいよね。楽しくね、なんか楽しくね、自由で、そうなんかこう、世の中暗いっていうかさね、あの政治家もね、今はもうとんでもない感じになってる。とんでもないからね。もうなんかとんでもないでしょ。うん、ね。なんかね、ちょっと情けないよね。なんか見てるとね、なんか日本って大丈夫かな。うん、大谷翔平ぐらいでしょ。そう。もう誇れるのは。誇れるのはね。本当に誇れるし、私たちも元気もらえるね、あのニュースはね。うん、ね、本当よ、世界中だよ、でもそれは。ね、素晴らしいよね。世界中からの。あの皆さんの熱いね、いやだから僕も命をね、これ3度目いただいたの 3回目や。 3度目の正直よ、うん、だからすごいジャストジャンスみたいなね。3度目だからさ、だからなんかやっぱしなんか人のためになるようなね、そうか、そういうふうに考えるね、ことをしないとダメかもね。
まあ、今まででも人の子ためにもやってきたこともあったのかもしれない。いやもう女の子傷つけたりもしたきったけど。献血で救われてるじゃん。献血。俺趣味献血だったの。ずっとしてたんですよ。そう。献血。もう俺それ中学校ぐらいからやってて。うんうん、献血施設いっぱい持ってたわけ、うん、それがすごい。でその喉乾いたらあの、うん、ちょっとの飲ましてくれるじゃん、献血したらヤクルトとか、うんうん、それはもう献血ばっかりしてたわけ。それさ、そしたらお袋が大手術した時あって、うん、うん、その時に、うん、今よりも簡単にその A 型だったら A 型でバーってくれ、うん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 、できるわけよ。それで助かって命が。そうか、そういうことあったんだよね、うん。だから献血しておくもんだって、ね、お返ししてもらったでしょ。だってご自分でも輸血をね。そうそう、僕も輸血しなきゃいけなかったんで、うんうん、それが不思議な。それでやっぱさ、それは素晴らしいね、ね、うん、やっとくもんだ、やっとくもんだ。そうそう、もう年齢的にできないけど、いやだから徳を積むっていう感じでやってきたわけじゃないけども。そうだ、ね、やっぱり今から先はね、そういう人が喜ぶようなことを今から先遅い、もう遅いよね。しゃーしーやろ。気づきが遅いよ。もう気づきが俺が良かったと。もう70だからね。70になったら青はやめましょうとか言われたから。でも今70ってそんなに年じゃないよ。そうそう、だからね、10年は違うと思う、私たちの感覚では ね、感覚的にはね、うん、だいたいね、昔70ぐらいでギター背負って歩いてる人あんまいなかったんじゃないの。そんなそうだよね、まあ、田舎は特に、ね、普通だったらさ、だいたいみんな売れてる、売れてるか なくなっちゃうか、どっちか。まあね、まあ、杖ついてるか。あの昨日さ、エディバンさんと、うん、あの有価団の木村さん、はいはい、2人のライブがあって。あ、昨日、まあ、セブンスアベニューで。あ、そうなの。それ見に行ったんですよ、うんうん、あ、昨日、うん、本当、木村さんが古希だから、ちょうど70。あ、そう、ね、有価団と僕同じだから。あ、そうかそうか、うん、あ、確かね、うん、あのメンバーと同じ年だったんでね、うん、だ、木村さんも元気でしたよ。そうですよね、木村さんも元気よね、うん、木村さんね、真子さん参加しなかったの、うん、見に行っただけ。俺は参加したら絶対参加した。見に行ったんだけど、エディさん元気だった。エディさんも元気、うん、ほんと、ちょっとなんか、うん、食が細くなってとか言ってたよ、ね、うん、で最近お酒もなんかあまり飲まないみたいな感じになって、うん、酒飲んじゃダメなんだよ、うん、ノンアルは飲んでましたね、この前。ノンアルノンアルってさ、5本くらい。おい、カラくんなんか飲むとか言うけど、エディさん飲めないんじゃないのって言ったら、いや、ノンアルなんだよ、つって。そうそう、まずいなとか言いながら5本くらい飲んでた。それどうなんだろうって。どうかな。で、エディさんとまたね、2月、来年の2月12日に。あ、そうなの、うん、館内ショーホールで、ミッキーさん。ミッキー吉野さんだから、あ、ミッキーさん、あー、うん、サニーでやるの、あの辺、うん、そうだ、あ、ゴールデンカップスの2人、あ、そうだね、が一緒にやるんですけど、俺それで俺もサポートして入るの、サポートで。あ、いいじゃん、気に入ってもらってるのよ、うん、ねえ、ね、やっぱあの、うん、このラジオのおかげよ、はい、またそういうことは自分で言ったのも ここだから、ここだ、初めましてのね、始めましたが、あ、そうなんだ。その時にまだ俺一人でやってて、うん、ああ、そっか、30分の頃、確か、うん、30分の頃で、そうの頃、その時まこっちゃん頼んだのよ、うんうん、で、司君とたまにエディさんやってたから、うんうん、司君呼んでたんだけど、うんうん、その週がヘルニアで来れなくなっちゃって、うん、ああ、そっかそっか、あ、そっか、で、一週休んで、うん、で、その時まこっちゃんに頼ん、ね、うん、そんなそんなご縁で、ご縁で、よかったね、あの時ものすごいよかったもんね、ね、うん、あの英語で歌ったんだよね、うん、確か、そう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 、英語で、レイ横浜本気トークを英語でね、ね、あのバージョンっていうのはこのラジオしかないよね、うん、そうだね、うん、で、昨日はね、タメちゃんがサポートで、あ、そうなんだ、そうか、そうなんだ、うん、ただね、昨日ちょっとあのうちでアクシデントがあって、あの木村さんの最初の30分ぐらいしか見れなくて、あら、うん、そうなんだ、え、あの、あ、まこちゃんが、うん、なんか大丈夫なの、大丈夫、あの、ともこがうちの鍵を忘れてて家に入れないとか、あらともちゃんが、ともちゃんがらしいね、ともちゃんが、そう、帰ってくるって、そうすんだ、鍵がなくて入れないとか、それは大変よ、寒いし、だから最初の あの木村さんのソロの30分ぐらいしか見れなかったんだけどさ、あ、そうかそうか、マジでまあね、いろいろあるわよ、年のせいですから、でも、ね、あ、でも、ね、あの、そういうことでまだ良かったじゃん、なんか、うん、そうよ、病気か、事故とかさ、ね、病気とか怪我とかだったらさ、そうそう、大変だけど、ねえ、ちょっとお便り、お便りいきましょう、 いつもは、はい、いつもは出演者の皆さんへ、こんにちはから始めますが、今日はとにかく金尾さん、はい、ウェルカムバック、
ありがとうございます。今日はリクエストなしです、はい、カナオさんの、カムバックが私たちに考えうる最高のリクエストですから、はい、ありがとうございます。松下さん、誠さん、鈴木さん、カナオさんが飛ばしすぎぬようしっかり見守ってください、はい、もう見守ってもしょうが止まんないよね。そうそうね、見張っていてくださいの間違いでした。つとむ高橋さんね、アトランタからありがとうございます、ね、いつもね、つとむ高橋さん、ね、ドリンキンダレイン思わず苦笑いしてしまいましたが、カナオさんが帰ってきた実感が湧きましたね、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。あのね、やっぱりその海外からもね、あのやっぱり楽しみに聞いていただく方もいらっしゃるし、ね、夜遅い時間なのにね、本当にありがたいですね。夜遅い時間でしょ、今ちょうど11時ぐらい、夜のね、ちょうど酒飲んでるぐらい、ね、酒飲んでいっぱいやってる頃でしょうね。もう一方いきます。はい、行きましょう。花尾さん、としみさん、鈴木さん、誠さん、こんにちは。はい、こちら雨が上がって曇っていますが暖かいです。これは岡山の笑顔さんです。花尾さん、お帰りなさい、はい、久しぶりのスタジオリーでワクワクですね。でもおたけびはなしでね、皆さん、いや俺そのあれしたかったから走ってそこでこけそうになったから、いやだもうね、体調は大丈夫、言いながらこけたらおかしいよね。そうですよ、体調大丈夫ですか。はいはいはい、なんとか、ね、肺炎は長期戦ですよね。そうですね、ジェット機や、新幹線じゃなくて各駅停車の列車で、下車しながら美味しいものを食べたり、優しい人と触れ合ったりしながらのんびりと過ごしてくださいね、うん、まあ、ゆっくりね。笑顔さん、笑顔さんです。あ、いつもありがとうございます、ね、今この時だからこそ見える風景や感じる心に気づけるのかもしれません、うんうん、そうですね、ゆっくり歩いてください。そうですよ ね、そろそろお孫さんもおしゃべりができるようになっていますよね。ガンジーちゃんと呼ばれていますか。か、ね、ちょっと会ってないんだけど、ガンジーちゃんと呼ばれていますか。まだ呼んでもらってませんね。ガンコジジイ、ガンジー、ね、ガンのジジイじゃないよね。ガンジーさんでね、お孫さんの成長楽しみですね。今日は次女の病院の日、病気も個性と受けながら山あり谷ありです歩んでいます。病気でも日常を無理しなければ大丈夫なので、それだけでもありがとうと感謝です。そうですね、夜は吉田よしこさんのライブに行ってきます。お、あ、岡山ちゃん、ね、岡山ね、はい、なんと今年はよしこさん2回目です。あらら、よかったですよね。リクエストは昨日お蕎麦を食べたので、としみさんのお蕎麦聞きたいです。皆さん年末はお忙しいので、いつも以上にご自愛ください。江川さん、ありがとうございますね。ありがとうございます。いつもいつもね、お便りありがとうございます。本当によしこさん、岡山今日、そう、あのよしこちゃん、よしこちゃんにね、呼ばれてて、あの、ね、サムこの間20周年記念をサムズ、サムズアップ、サムズアップってやった、でやっても、うん、あのいっぱいだったんだけど、前からねちょっと言われてたんだけども、その時はもう肺炎がちょっとあれだったんでね、あの残念ながら行けなかったんだけどもね、あの、あ、メッセージ来てました、うん、おかげさまで、あのよかったね、うん、そう、まだだから、あの走りすぎないで、先は長いので、そうだね、あの江川さんの言うように各駅停車で行ってください、はい、各駅停車、各駅停車、ゆっくり、あの、ゆっくりした性格にね、直した方がいい、治ると思う、治らないかな、治らない、無理、無理、自分で言う、自分で言うか、自分で言うか、ほんと、もうカニはさ、卒業して亀になってください、亀、亀になりますね、なんだろうな、やっぱりこうゆったりした時間って必要だね、性格が、うん、あのなんて言うんだろうね、この高知弁で言うと、いられっていうのかな、こういられいられっていうのかな、いられっていうのかな、せっかち、うん、せっかちね、いらってるってな、ちょっと違うかな、間違ってるかもしれないけど、うん、そういうね、うん、せっかち、せっかち、そうかね、せっかちな、いらっちか、でも俺は並んで飯食うとかできないよ、え、並んで、いや、人が並んでとあるじゃん、美味しい店とか、あれはしたことないね、だからせっかちなんですよ、まあ、並んでたらいくらうまくても並ぶ、あーね、もう誰もいないまずいとこで食べるとか、そんなことない、誰もいない、そうだね、誰もいないところがいいんだ、すぐ食べられるところね、そういうのあるかもしれないね。あれ、俺歌、どうした、歌うの、いや、歌のあれどうした、歌のあれ、歌のあれって言われてもラジオの皆さん何のことだって、あ、いいや、結構、あ、まゆみちゃんからも来てますね、高知の岡崎博史さん、はい、まゆみちゃんからも来てます、音楽魂
これ。あ、本当に、うん、あ、ちょっと読んで。やめ、まゆみちゃんこれはさ、俺触ったことないのよ。うん、そっかそっか。かなおさん、お帰りなさい、うん、留守を守ったとしみさん、まことさん、はい、鈴木さんも、まっちゃんも、はい、たけしさんもお疲れ様でした。一安心ですね。あの、おでか、にぎやかになりましたって書いてます。これ、はい、岡崎ですね、ひろしさんですね、はい、岡崎ひろしさん、あれ全部は読めませんが、カラオさん、お帰りなさい、はい、心待ちにしておりました。これまゆみちゃんです、うん、まゆみちゃん、来年お待ちしてます。あ、そうです ね、 ね。それから音楽魂さんは、これは、聞いてますよって、はい、驚きの全力ボーカルって書いてますね。何、もうね、遜色ない歌声、復活さ、復活間近じゃって書いてますよ、うん、はい、でも無理せんとってねって書いてます。お、それ博多の人、うん、誰、博多の人かな。え、ちょっとこれ名前はちょっと、まこちゃんさ、あの、おうちライブやってんじゃん、うんうん、あれ俺見てたけど、うん、よくできるな、あの携帯こいじらんか、何年さん、はい、あの、ありがとうございます、何年さん、ありがとうございます。俺さ、うん、俺知らなくて何やってんのかなと思ってる。いや、携帯でほらメッセージね、来るんでしょ、あれ、うんうん、いっぱい入ってくんの、うん、だからそれ読んでお返ししてる。俺は無理。え、そう、もう俺はできないな、あんなことできないよ。よくできるね。そんな大変じゃないよ本当、うん、ね、小さい字でも読むんでしょ、何でさ、ありがとうございます。俺 目はいいからさ本当、うん、お名前ちょっと分かりませんでした、はい、ありがとうございます、いっぱいいただいてます。聞きながらね、よ、読んで読んで読んで、何々さん、ありがとうって言うのずっと言った方がいい。なんか俺はそれしてみたいんだよ一回。え、何々さん、ありがとう、何々言ってしてみたいんだけどな、できない、ね、磯谷さんって方ね、ありがとうございます。今の磯谷さんって書いてますね、磯谷さん、うん、初めてのお便りだと思いますよ。あ、本当ですか、うん、としみさんのマイホームタウン、いい、そこに振ってもしょうがない。こっち、こっちかここ歌うの、向こうの画面に打ってましょう。俺はもうそういう人間でいい。あ、考え方でしょ、パソコンに打ってもしょうがないんだ。そうよ、もうちょっとおつむちゃんちゃんって感じよ。それはね、あ、もういいね、うん、じゃあ歌おうか、歌おうか、歌おうか、歌おうか。じゃあ、あの娘の歌歌おうかな、やる、お庭さえでいい、あ、side, ooh, on your side,
はい、ということでオンヨーサイドね、イエイ、ということはあっという間の1時間でしたよ。もう忙しかった。忙しいね。なんか短くなったね。管理が帰ってきたら短くなった時間が。ねえ、あっという間でしたけどもね。どうですか、休んでたらやっぱり気になりました、っていうかね、あの歌えないんじゃないかと思って不安。ああ、それはあるね。ただ、ちょっとまだあれだけど、あの、まあ、徐々にね、これもリハビリ。リハビリ。そうね。申し訳ないんですけど、ラジオで生放送でリハビリさせていただきました。本番ですよ。いや、今日もね。今日もね、絶好調だ。絶好調ですね。一発目のしては。あ、そうですか。道行きますか、最後に。楽しいやるなんか。お任せで。お任せですか。お任せです。最後なんかあの道でもいいし。ね、なんかあれでもいいし。もうね、今年もね、はい、終わりですからね。お前は今日も俺を罵った。俺は黙って今日も家を出た。いくつもの喜びと、いくつもの悲しみが。ありがとうございました。楽しい、放送でしたね。はい、お相手は、はい、松下としみと高橋誠さんでした。また来週お会いいたしましょう。はい、来週は最後になります。最後です。今年。ラストです。はい、ということでお楽しみいただきたいと思います。はい、See you next time! Oh,
優しい。あの人は今はない。